マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は右のクリ、対するライオンズの先発は右のニール。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右のクリマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは金子、はい、第9球ボール。投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第5球投げた、打ちました、堂林ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは2番源田、第9投げた、低めフォークは外れてボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球は内角高め見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、インロー際どい球、ボール。次は5球目投げました、打った、一塁線切れました、ファール。投げました、ボール。第7球を投げました、打った、ヒット源田、ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9内角低め、ボール。投球これから2球目、打ちました、フラフラッと上がった、クリ余裕があります。マウンド後方をつかみました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。山川背番号3、第9投げました、ボール。第2球投げました、内角際どい球、ボール。第3球を投げた、内角高め見送ってストライク。一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げた、ボール、アウトコース高め。さあ5球目、ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。カープまずはゼロに抑えました。右のニールマウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは田中、第9投げた、初球ツーシーム空振り。第2球投げた、打ちました、センターへ飛んだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは菊池、第9投げた、見送ってボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、外角低めいっぱいストライク、バッター追い込まれました。追い込んで第4球を投げました、流し打ち、どうだ、山川バックしていった、ライト前ヒット、菊池いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、ストライク。第2球一塁ランナー走った、二塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、打った、フラフラッと上がった、マウンド後方をつかみました。4
これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9アウトサイドストレート。第2球投げた、低め、高速スライダー外れてボール。第3球を投げた、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球は打ちました、あっと引っ掛けた、当たり損ない、ショートから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。カープ得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。1回が終了しまして0対0です。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは山川。第9投げた、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、2球目空振り、投球はこれから3球目、アウトコース、外れてボール。次が4球目、投げました、打ちました、セカンド左横のフライになりました。菊池落下点に入った、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番殿崎。第9初球はストライク、いきなり150キロ。第2球膝元ボール、投げました、スライダー空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、打った、センター前進、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番中村。背番号60。第9ボール。第2球投げました、打ちました、あっとバットが折れた、取って、これで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。クリ、この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松山。第9ボール、ライオンズここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、2球目空振り、少し迷ったか、投げた、低めのボール引っ掛けた、内野ゴロ、山川ボールを掴んだ、山川一塁ベースを踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番長野。第9投げた、変化球ストライク、インローへ、タイミング合いません。第2球投げた、ストレートはボール、アウトコース低め。第3球打ちました、いい当たり、打球はそのまま伸びていく、ダイレクトフェンスに当たった、ボールは中継、ちょうどツーベース、カープ先制のチャンスを迎えます。バッターは7番堂林、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9投げた、初球外れても、投球これから2球目、低め決まってストライク。第3球を投げた、決まった、ストライク、バッター追い込まれました。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ、もう一回セカンドへ牽制球。第4球を投げました、インロー、外れてボール。第5球投げました、打ちました、レフト落下点、掴みました、ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから、決まってストライク。振り返って2塁牽制球。第3球を投げました、
打った、源田交代、これはヒットになります。レフトバックホーム、有田はナイスバッティングです。カープなおもチャンスが続きます。第9インコース高めストライク、一塁牽制、一塁タッチセーフ。さあ次の投球、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました、ボール。投げた、内角低め、見逃し三振。さあリプレイです。カープ三塁にランナーを置きましたが先制点には至りません。2回が終了しまして0対0です。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターはスパンジェンパーク。第9アウトコース低め、外れてボール。第2球、打ちました、ファースト真正面、松山自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番木村。第9投げた、シュートはボール。さあ次の投球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。さあ4球目、これはバットの根元、これは内野フライ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャーニール。第9投げた、ストライク。さあ次の投球、投げました、打ちました、ファールボール。追い込んで投げました、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げました、打った、一、二塁間への当たり、一塁へ送る菊池、ファインプレーが光りました。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。クリ、最後はバックに助けられました。カープこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは田中、第1打席はセンターフライに倒れています。初球ストライクから投げました、低め、外れてボール。第3球を投げました、流し打ち、これは内野ゴロ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番菊池。第9投げた、初球打った、打球はセンターへ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。リプレイをご覧ください。バッターは3番西川、第1打席はピッチャーフライに倒れています。投げた、初球に送ってストライク、1球目ストライクから。第2球投げた、ボール。投げた、決まってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、打ちました、センター前に出る、ヒット。西川いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球打った、いい当たりだ、源田うまくさばいています。3アウトチェンジ。一塁ランナー西川残塁に終わりました。序盤終了しまして0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは金子、最初のバッターボックスはサードライナーに、初球から打ってった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番源田。第9投げました、初球シュートは空振り。第2球ボール。第3球を
投げました。危ない球。投げました。ストレート空振り。追い込んで投げました。打ちました。ヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう。源田ツーベースヒット。カープ先制のピンチを迎えます。先ほどのプレーです。バッターは3番森。ネクストバッターサークルに控えているのは山川。投げた。ボール。第2球投げた。打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう。松山取った。クリ取ってアウト。カープなおもピンチが続きます。第9投げた。ボール。まずは外角低め。第2球投げた。危ない球。投げた。きた。いった。一直線。入った入った。ホームラン。先制ツーランホームラン。白球アウト上にもスタンドへ。ストライクを取りに行ったところをやられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。右のバッターボックスは5番外崎。第1打席はセンターフライに倒れています。第9インコース低めいっぱいストライク。第2球投げました。落ちる球空振り。インコースのボール球を振らせました。第3球を投げました。高めボール球打った。フラフラッと上がった。取りました。これで3アウト。4回の表が終わって2対0。クリとうとう打たれてしまいました。4回の裏これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは松山。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げました。打ちました。キャッチャー落下点に入りました。ファウルグラウンド。ボールをつかみました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番長野。これが2度目のバッターボックス。第9球初球空振り。タイミング合いません。第2球投げました。打った。これが強烈。いった。一直線。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。スタンドへ叩き込んだ。高速スライダーを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。バッターは7番堂林。第1打席はレフトフライに倒れています。第9投げた。見送ってストライク。第2球投げた。これは引っ掛けた。ファウルグラウンドで取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは8番相澤。第9球投げた。アウトコース低めいっぱいストライク。まずは見送りました。第2球投げた。外角低め。サークルチェンジ外れてボール。第3球を投げた。打った。痛烈な当たり。クリーンヒット。相澤ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターはピッチャークリ。第9投げました。インコース高めいっぱいストライク。まずは見送りました。第2球アウトロー。ストレートは外れてボール。
投球はこれから3球目。3球目ストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目、あっと引っ掛けた、センター前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回までが終了しまして2対1、カープこの回1点を返しました。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは中村、第1打席はキャッチャーフライに倒れています。第2球投げました、打ちました、セカンド左横のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番スパンジェンパーク、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げました、2球目ストライク、投球はこれから3球目。危ない球、さあ4球目ストライク、これはかすった形になりました。第5球投げました、打った、ファール、投げました、打ちました、ファールボール。次が7球目投げた、打ちました、いい当たり、ライナー、レフト前ヒット、クリーンヒットです。スパンジェンバーグ、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは8番木村、第1打席はキャッチャーフライに倒れています。第2球投げた、これもしかし空振り、少し迷ったか。投球はこれから3球目、外角低め、1回見逃し三振、クリ3球で仕留めてみせました。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ、投げた、フォークボール見送ってストライク。第3球はボール、外角低め。第4球を投げた、打ちました、ファール、一塁へ牽制球を送ります。第5球投げた、外角低め、空振り三振、クリナイスピッチング。5回の表が終わって2対1です。この回1番からの好打順になります。先頭バッターは田中、今日はセンターフライとサードゴロ。投球これから2球目、外角ボール。第3球を投げました、ストレート決まってストライク。第4球は打った、第5球投げました、あっと引っ掛けた、1、2塁間のゴロ、ニール取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げました、ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打ったいい当たりだ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。菊池ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは3番西川、第9ボール、まずは内角高め。第2球投げました、見送ってストライク。投球はこれから3球目、サークルチェンジはボール、低め。さあ4球目打ちました、スタンドに入りました、ファール。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、西川ツーベースヒットを放ちました。カープ逆転のチャンスを迎えます。リプレイをご覧ください。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。ライオンズここで前進守備を敷きます。打ちました、初球打ち、前進守備、セカンドショート、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第9外角見送ってストライク。ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、ボール。
3球ストライク。ライオンズここは引っ張りに警戒します。追い込んでから投げた、インコース引っ張った、ライナーだ、ライト前クリーンヒット、ライトバックホーム、まずは同点、松山タイムリー、初安打、カープやりました。これでチームに勢いが増すことでしょう。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。ここまで2安打の長打、大きな声援が届いています。第9高速スライダー決まってストライク。投球これから2球目、打ちました、1、2塁間へ、セカンドこれは守備アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。前半が終わりまして2対2、カープこの回1点返して同点としています。ピンチヒッターは栗山。第9投げた、ボール。第2球投げた、直球ストライク低め、タイミング合いません。投球は3球目投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、これはバットの根元、これはピッチャー正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番源田。第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、インローへ、変化球外れてボール。投球これから4球目、打った、フラフラっと上がった打球はピッチャーフライ、マウンド前方を掴みました。これで2アウト、ランナーありません。第9投げた、初球を打ちました、センター方向へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。カープ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって2対2です。ニール降板、マウンドに上がったのは宮川、今日2番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。6回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは堂林、今日はレフトフライとファールフライ。初球ストライクから打ちました、引っ掛けた、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには相澤。第9投げた、初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打った、ライト前進、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー栗。第9投げた、初球空振り、1球目空振りから。第2球まっすぐ見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球は危ない球。第4球を投げた、ボール。第5球投げました、アウトコース低め、見逃し三振。宮川、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。中盤まで終了しまして2対2です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは山川。第9投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、シュートは空振り、インコースのボール球を振らせました。第3球を投げました、外側決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。投げた、ボール。第6球を投げた、シュート、空振り三振、三振に仕留めました。バッターは5番殿崎、今日はセンターフライとセカンドフライ。第9投げた、初球を打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。菊池、軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番中村、今日はキャッチャーフライとセカンドゴロ。投げた、ストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから。投げた、低めストライク、タイミング合いません。
追い込んで第3球を投げました。変化球、空振り三振。九里ナイスピッチング。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃。トップバッターは田中。今日はここまで3打数ノーヒット。さあ次の投球、見送ってストライク。第3球を投げました。ボール、投げました。打ちました。右中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番菊池、今日4度目のバッターボックス。第1球、初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球、投げました。危ない球。第3球を投げました。外れた、ボール。第4球を投げた、外、外れてボール。さあ5球目、見送ってストライク。次が6球目、投げた、打ちました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番西川。第9、投げた、直球ストライク、インハイへ。第2球、ボール。投球はこれから3球目、外角低め、見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を、ストレートはボール。投げた、打ちました、いい当たり。ボールはライナーでライトへ。取って、これで3アウトチェンジ。カープ打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。7回の裏が終わりまして2対2です。九里降板、右の菊池、今日2人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9、投げた、見送ってストライク。第2球、投げました、打ちました、惜しくも一塁線切れてファウル。投げました、見送ってボール。投球これから4球目、打った、ファウルボール。次が5球目、スプリットはボール。投球はこれから6球目、おっとした球。第7球を投げました、打ちました。ピッチャーに多く球数を投げさせています。投げました、スプリット、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。ボール。第2球、2球目ストライク。第3球はボール。投げました、打ちました、セカンドゴロ正面。菊池ボールを取る、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。代打は岡田。第9、投げた、初球空振り、少し迷ったか。第2球、打った、フラフラっと上がった、ピッチャー落下点に入りました。取りました、これで3アウト。菊池、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。8回の表が終わって2対2です。宮川降板、ここでマウンドに上がったのはギャレット。今日3番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9、投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第2球、投げた、2球目ストライク。第3球、外れた、ボール。投球これから4球目、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球、投げた、アウトコース高めいっぱい、見逃し三振。第9、投げた、初球外れてボール。第2球、投げました、打ちました。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、打った、センター落下点に入りました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番長野。第9、初球から打ってった、ファール。さあ次の投球、ストレートはボール、インコース低め。
第3球を投げました。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。アウトロー際どい球、ボール。第5球投げた、打ちました、ファウルボール。第6球を投げた、打った、ショートが正面。一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。カープ三者凡退に打ち取られました。8回までが終了しまして2対2です。菊池降板、マウンド上は堀江、今日3人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球投げた、初球見送ってストライク。第2球投げた、スプリットはボール、内角へ。第3球を投げた、スライダーはボール。投げました、4球目空振り。第5球投げました、外角、空振り三振。最後は149キロストレート。バッターは2番源田、今日はここまで3打数2安打。投げました、危ない球。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、インハイの速球はボール。次は5球目ストライク。第6球はインコースのボール、左へ、レフト前ヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。源田、いいバッティングを見せました。カープピンチを迎えます。さあリプレイです。ランナー一人を置いて迎えるバッターは森。この後に控えているのは山川、危ない球。第2球投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打ちました、センターへ持っていった、ヒットになります。センターバックホーム、森、いいバッティングを見せました。カープなおもピンチが続きます。さあこのゲーム最大の見せ場となりました。カープここは中間守備を取りました。一塁牽制、タッチセーフ。第2球投げた、インコース高めストライク、タイミング合いません。第3球打ちました、サードゴロ、ゲッツーになるか。一塁へ送る、カープ土壇場、ここで勝ち越されてしまいました。ライオンズ貴重な1点が入りました。3対2、ライオンズ見事チャンスをものにしました。第1球投げた、外角高め際どい球、ボール。投球これから2球目、アウトコース低め、ツーシームは外れてボール。第3球3球目空振り。第4球を投げました、打ちました、ファール。投球これから5球目、スプリットはボール。第6球は打ったいい当たりだ、レフト前クリーンヒット、打球が転がっている。ライオンズさらに1点追加、4対2。三塁タッチはセーフ、外崎タイムリースリーベース。カープなおもピンチが続きます。バッターは6番中村、これが4度目のバッターボックス。投げました、変化球ストライク、インローへ。まずは決めてきました。第2球低め見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、打った、セカンド右への打球、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって4対2、カープ2点をリードされています。ギャレット降板、
そしてマウンド上はクローザー増田。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球投げました。打ちました。初球打ち、レフトフライ、飛距離は出ていません。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番相澤。今日はここまで3打数2安打。投球これから2球目。打ちました。ライト前に出る、掴みました。ここは意地を見せてほしい。バッターは代打坂倉か、最後のバッターになるのか。第9球投げました。初球打ってきた、伸びた、伸びていった。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。坂倉ツーベース。ピンチヒッター黒か、代打構成に出ます。第9球投げた、アウトローを見送ってストライク。初球ストライクから第2球インサイドストライク。なんとか意地を見せてほしいところです。第3球はボール、内角低め。第4球を投げた、打ちました。ファースト落下点に入りました。ファウルグラウンド、キャッチしています。試合終了。カープ2点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローは宮川、無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は4対2か、2点差で敗れました。勝利投手はギャレット、敗戦投手は堀江、そして西武は増田か、残念ながらあと1本が出ませんでした。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。